はい、こんにちは、夏林です、えー。今回はですね、このギターのネック調整のやり方について詳しく見ていきたいと思います。ギターを弾く上でですね、このネックの状態。 っていうものがすごく大事になってくるんですけれどもそもそもどうやってみたらいいかわかんないとか、えー、調整って言うけどじゃあどういう風にすればいいのかわからない方が多いと思うので僕のわかる範囲で、えー、いろいろお伝えしていきたいと思いますエレキギターとかベースなんかでも見方は同じ調整のやり方は同じなのではい、えー、そこら辺も参考にしてみてほしいなと思いますで一応最初にお断りしておくとあの職人レベルとのシビアな調整 <laughs> っていうのはまあ、そういうのはもうプロにお任せすればいいの まあ、素人のできる範囲でこんな感じのことができますよっていうのをお伝えしていきたいと思うのであらかじめご了承ください、まあ、そもそもの話として何でする必要があるかというと、まあ、1にも2にも引きやすさがそれで変わってくるからネックがあ、まあ、順ぞり状態であると引きにくくなります基本的にはネックというのはまっすぐにするそれが一番引きやすい状態ですよそれをゴール とするっていうふうに考えてください。この上の方、これをですね、準ゾリ状態と言います。要するにネックがこうお椀型になってるっていうことです。で。 この下の方これはこのネックがこう山なりになってますよねこれを逆ぞりと言いますなんでこれがこっちが順でこっちが逆なのかと言いますとギターっていうのは弦でこう引っ張られて力がかかってますよねだから十中八九ギターって順ぞりになることの方が多いんですよだからこっちを順にしてある逆にこっちの山なりになるってことはまずほとんどないので まあ、こっっちを逆としてるってるいう感じですかねで、えー、順ぞり状態のギターっていうのはギターが弾きにくくなります、えー、こういうふうにこうお椀型になってると弦とネックがこう離れますよね距離が離れてしまうから押さえつけるのに力がかかる力がより必要になるので指が痛くなるから弾きにくい 状態になります、えー、逆に逆反りになるとですねまあ引きやすくなるんじゃないかっていうのはまあその通りなんですけども、えー、弦がフレット、まあ、ここの指板にですね当たりやすくなるのでこうビビビビビってこう、えー、弦がビビると言いますけどもそういう状態になります、えー、弦がビビるというのは例えばですけども今6弦弾いてますまあ本来だとこういう ーンという音がしますけれどもこれをちょっと強めに弾くとビ,ビビビビビってこう音が混ざるの分かりますかね、うん、こういうのを弦がビビってると言います強く弾くとねこう弦の振幅が大きくなりますから、まあ、調整がされてあるギターでも強く弾けばあビビりやすくはなるんですけれどもこれが、えー、逆ぞりの状態だとですね もう弱く弾いてもビビビビビってなっちゃうと、うん、そうなってくるとそれはやっぱりノイズですからちょっとね良くないぞっていうことなのでまっすぐにしたいということになりますじゃあ自分のギターのネックがどういう状態になってるのかあネックの見方をちょっと詳しく見ていきましょうネックの見方なんですけれども特に何も道具はいりませんで、えー、このヘッド側からですねこのネック ののこの縁のところがどういうふうになってるかっていうのを見るこっちは低音側ですしこっち側は高音側ですでまあどっちもこう見るっていうのがまあ本来の見方です弦っていうのは低音側の方が太いし高音側の方が細いですね。そうするとやっぱり 太い方がより力が強くかかっているのでこっちでまっすぐでもこっちで違うとかなんかこっち側とこっち側でちょっと違うっていうパターンもありますから一応、えー、こっち側とこっち側両方を見るっていうのを頭に入れておいてください、はい、で今このギターがどういうふうになっているのかっていうのをちょっと、はいえー、別カメラで見てみたいと思いますはいえー、っとですね,このね の縁をこう見るわけなんですけれどもまあこれね割と調整行き届いてるのでまあほぼほぼまっすぐだと思って差し支えないんですけれどもまあこんな感じでこう見ますだいぶちょっとわかりづらいかなまあほぼほぼまっすぐですねまあこれぐらいまっすぐならもう何も調整がいらない感じなんですけどうん。 こういう感じをメジャーしたいっていう感じです。あえて言うとちょっとこう動かしたりとかして、うん。見た感じで判断してほしいです。で、低音側がこんな感じですし、えー、高音側はこんな感じになってます。まあ、ほぼまっすぐと言っていいでしょう。まあ、見る人が見れば多少ああだこうだっていう 方もいるかもしれませんが。そこまでシビアな見方はせずともいいかなこれぐらいならま、はい、っすぐと言っていいと思いますちょっと違うギターも見てみましょうはい、えー、僕がちょ,ちょっとメインで使ってる横山くんのギターのネックを見てみましょうはいいかがでしょうかだいぶまっすぐな感じが出てるかなと思いますがはい まあ完璧ですね気持ち逆ゾリっぽい雰囲気もなくもないけどまあまあまっすぐだと言っていいでしょうねはいこんな感じですしいかがでしょうかまあ見る人が見れば <laughs> もっとシビアな目で見ればわからないけどまあまあまあ素人目にこれぐらいなら全然まっすぐだと思います大体いい低音側見れば わ、うん、かるんですけどちょっと高音側もちょっと見てみましょうかはいこんな感じですが伝わりますかねこの感じまあまあほぼほぼまっすぐだといっていいと思います、はい、まあ一応ここら辺でこうその弦がフレットに影ができてるのは 見えますかねこの感じでちょっとそのまっすぐな感じってのもなんか伝わるかなとも思えますけれどもはいうんいい調整が行き届いてる感じが伝わるでしょうかはいこれはまっすぐと言っていいと思います違うギターちょっと見てみましょうかいやー僕のギターねー <laughs> 手持ちのギターほぼまっすぐなんだよなうーん参考になんないんだよなこれもねまっすぐこれヤマハの FG251 昔のギターなんですけどまあまっすぐと言っていいでしょうね気持ち若干ジェンゾリっぽい雰囲気はしてるかなっていう感じ ですけども、まあほぼまっすぐでしょう、うん、これをまっすぐにすることもまあできなくもないけどこれぐらいなら十分だと思いますけどねはいあと高音顔もちょっと見てみますかはいまあこんな感じですよね、はい、うん気持ちなんとなく順ぞり 遠いかなーぐらこのこういうふうにねやっぱりこう縁を見るフレットの一番端の方というかね弦はまっすぐに貼られるわけですから物理的にねやっぱりそれをなんとなく物差し的な感じで見てネックがどうなってるかを見る。 っていう感じですねこの年式でこのぐらいであればこれで十分だと思いますもっと曲がってるギターいっぱいあるからこれはこれで調整はちゃんと行き届いてるギターっていうことですじゃあ逆にですねちょっと <laughs> このギターであの順ぞり状態にあえて、えー、あのしてみますでこれは順ぞりですよっていうのをちょっとお見せするので、えー、ちょっと見てみましょう はい、えー、こんな感じになっております。伝わりますかね先ほどよりも気持ちこう、お椀型になってんのが伝わるでしょうか。まあ、微妙な差っちゃ微妙な差なんだけれどもこの感じ。はい いかかがでしょう高音側ト飛スロッと限界までもうゆるゆるにした状態なんですけどもこんな感じちょっと波打ってる感じに見えるかなここで、ね、んか根元の方が浮き上がってまたそっからちょっとみたいな起き上がるみたいな 感じにも見えるけど。はい。これで、まあ、順ぞりと言っていいかな。まあ、微妙なさっつったらその通りですし、ほんとね、微妙ですし、でもやっぱり、年式によって、これが、 明らかにこれ曲がってんなって見えるのもあります。これはまだ元々の状態がいい状態なのでまあトラスロット全開に緩めてもこんな感じではありますけれどもはい。これはまあ順ゾリだなっていう感じですね。で繰り返しますが順ゾリだとそのやっぱり弦と ネックとの隙間が広がるわけですから押さえにくくなる指が痛くなる弦のテンションが高いなーって感じてしまう、うん、そういう状態になります、うん、ちょっとこの影もやっぱりちょっと曲がってる感じありますよねはい伝わるかなこれ これが順反り状態です。もっとひどいものもあります。まだこれならいいぐらいです <laughs>。うん、本当に。じゃあ逆反りになってる状態っていうのもちょっと、うん、あえて作ってみましょう。はい、えー、今、だるんだるん状態にしてますけれども、さっき順反りだなったものが、 むしろまっすぐになってるのが伝わりますかね逆取りにならなかったな <laughs> かえってネックがまっすぐになっちゃいましたねうんまあでもその比較はできてるかなはいやっぱさっきとちょっと違いますよね雰囲気雰囲気というかやっぱネックの感じうんまあまっすぐになってる だからこっから弦にテンションかけていくとネックがたわむわけですよ。はい、順反り方向に力がかかってしまうっていうことですね。はい、か逆に言うと,、えー、っとチューニングされた状態でまっすぐのギターは弦を外すと逆反り状態になります。でもそれは僕の考えからすると 適正の状態ですそれで問題ない、うん、えっとちょっとですね逆反りの状態をあえてちょっと作ってみましたこうなってると逆反りですこの感じ伝わりますかね、はい、これが逆反り状態まあ弦もねちょっとだるんだるんでもあるんですけれどもやっぱりこう山なりになってんのが 伝わりますかねで高音側もこんな感じですけれども今ちょっとんなら弦と触ってるぐらいかうんはいこれはやっぱり逆反りですねやっぱり弦とフレットがだいぶ近い、まあ、ちょっと今だるんだるんでちょっと分かりにくいところもありますがうん ここら辺からもうくっついちゃってますけどね、うん、こうなってくるとそれは弦はビビりますよねっていう感じ、うん、まあ微妙な差といえば微妙な差なんですけどその微妙を調整するのがネック調整です、うん、これが逆反り状態です、うん、この感じはいこれぐらいのわずかな差を調整するのがネック調整 ですはいこれが逆ぞりお尻の方から見ることもあったりするんですよねお尻から見るネックの見方っていうのは、まあ、見るところは同じなんですけれどもお尻の方から見ると、えー、ネックの仕込み角度が分かりますまあだいぶ極端に書いてますけどこんな感じのことですお尻の方から見てネックがこうヘッドの方が上になってるような状態 だとまあ角度がついてるみたいな感じの言い方するかな立ってるというか、うん、そんな感じ逆にこうねヘッドの方が下がってるとなるとまあ寝てるということですまああの実際にこんなに <laughs> 寝ることはまずないんですけれども結構立ってるとなるとやっぱりここに弦を張るわけですからここの えー、隙間が広が広りますそうすると弾きににくい状態になりますで、えー、昔のギター1970年代とかそれぐらいのフォーク前世紀になんか流通したギターって大体、あのー、いいネックのここら辺を使うことが多い逆に言うとハイフレットの方をあんまり使わないっていう弾き方がほとんどだったから。 結構ね、ここら辺が立ってしまっているギターが結構あるんですよ本当に昔のギターだったりすると、うん、でも現代まあこれはちょっと極端だな現代的な弾き方だといろんなフレット高いフレットでも低いフレットでもどこでも演奏性が変わらないとなるとやっぱりこうここの面がこうらい位置になるような感じ で、えー、作られるギターが多いので、まあ、弾きやすいということになりますねちょっとそこら辺も、えー、見てみましょうか、えー、このお尻から見てそのネックの方がこうどういうふうに見えるかこのボディの面がまっすぐとしてそのネックがどれぐらいこう起き上がっているかを見るこれだとほぼほぼまっすぐに入ってると 思っていいと思いますねはいこんな感じボディの面に対してネックがこうまっすぐに差し込まれてるというか、うん、そんな感じが伝わるかなと思いますいかがでしょうかはいこれで仕込み角度が分かります違うギターもちょっと見てみましょうかじゃあ横山君 どうなってますかね。横山君もだいぶ設計が新しい感じですけどはいこんな感じですねまあこっから見ると多少ネックが曲がってるような気もするけどああこっから見るとだいぶまっすぐでしたねやっぱりこの面に対してネックがほぼまっすぐに入ってる感じが 伝わるかなと思います。いかがでしょうかこの感じ。はい。やっぱ最近のギターっていうのはこういうふうに使われることが多いですね。で、ヤマハのギター、これ FG251 をちょっと見てみましょう。これ割と設計が古いんですけど、それでもね、このギター自体は だいぶ引きやすくはなってんだけどさっきのものより気持ちヘッドの方が持ち上がってるように見えるかなほんと微妙な差ですけどねこの感じ伝わりますかね気持ちヘッドの方が起き上がってるように見える見えてるかなと思いますけどはい 仕込み角度っていうのは、まあ、ここはねあの調整のしようはないです今見方を説明してるだけなのでこれを調整しようと思ったら本当にですねネックのリセットとなって、えー、何万円45番なのか78万なのかそんぐらいかかる作業になるのでここは素人が手を出せる領域ではないですけれども設計が古いとこれがよりこう角度がついてしまってる。 まあヘッドの方が起き上がってるギターがあります。はいまあ、これも割と設計が古いので、これぐらいになってますね。はい、ネックの見方、ここまでいかがでしょうかね？ねで、それを調整していきます。ギターにはですねトラスロットと言ったり、アジャスタブルロットとか言ってですね。まあ、六角レンチを使っ。て でこのネックを調整するというね、そういう機構がついております。ギターによって、六角レンチの頭の場所っていうのが違います。例えばこのギターだと、このサウンドホールのここの部分にそのトラスロットの頭があります。この位置に、ここでですね、はい。 六角レンチををしててここれを回すっていうことですで、えー、大体のギターが今の設計のギターはですねこっち側サウンドホールについてることが多いんですけれども昔のギターだったりまあギターによって一部はさっきのヤマハだとですねこっちの方にあります逆に言うとここには何もないほら何もないこっちには何もない はい、こ、えー、ここにあります。えー、こちらギブソンの J45 がちょうどここに、えー、カバーがあってこの中にトラスロットの頭があるんですけどこれがですねアメリカなのでインチになってるんですよねインチのや工具じゃないとこで回らないので、えー、そこも気をつけてくださいまあおっきめのホームセンターかなんかで買ってください僕は 1>, 1回か2回しか使わないのでこれたまたま100円ショップで見つけてなんか100円ショップにも売ってるというね情報を聞きつけたのでそれで買いましたけれども。<noise> はい、えでは調整のやり方なんですけれども弦のテンション多少緩めといて調整するのが本来なんだけど僕面倒くさがり屋なのでチューニングそのまんまで調整したりもしますがそこはお任せします。このギターの場合はここに、えー、その六角電池の頭がありますのでこれはですね今何ミリだこれ 4mm ですね 4mm でちょうどなんですけれども。 まあここにあるのでちょっとここで指でちょっと広げてまあここに差し込む差し込んでですねえー、っと順ぞりの場合は、えー、時計回しにそのトラスロットを回すネジ、ね、ってこう右回転で締めますよね、まあ、締まってくので、えー、順ぞりの場合は締めるっていうふうに覚えてください、まあ、右回り時計回り。 だから、こういうふうに回していくってことです。はい、で、えー、逆反りになってました。山なりになってました。っていう時には逆方向です。こう半時計回しに回していく。こんな感じ、うん。ギターっていうのは大体の場合が順反りになる場合がほとんどです。えー なんか新品の時はまっすぐだったんだけれども時間が経ってくると順反り方向になってしまう順反りになってしまうギターが多いのでド、えー、ラスロット時計回しに回すだからそれ1個だけ覚えとけばいいんですよ。どっちに回せばどうなるとかとか、えー、こっち側でどうだったかなとか <laughs> なんか2つ覚えようとすると逆に覚えれなくなるので大体がこう時計回しに回す。 っっていうふうに、ね、覚えてっていいいいうに覚えのかなと思います。こっちに、えー、トラスロットの頭がある場合はこう指してこうこう指してこうでいいんですけど、えー、トラスロットの頭がヘッドの方にあるギターの場合は、まあ、ギターを見てこっちにトラスロットがあるのでこうなりますよね。 縁向きで、えー、順反りを直すっていうこうはい。だからこういう風なネジがあるわけですよねここにギターにだからそれをこう正面から見た上で時計回しに回すっていう風に考えれば覚えることは1個ですのでこっちにあろうがこっちにあろうが回す方向は変わらないっていう風に覚えればいいと思います で、えー、注意点なんですけれどもギターによって、えー、やっぱりトラスロットの大きさが違ったりしますねなんかマーチンだとこれが5ミリっていうふうにじょ情報見たんですけどこれ今これエリオスっていうギターなんだけどこれは4ミリで回せるし、うん、横山くんも。 横山君も確か4ミリでよかったような気がするなんなん4ミリじゃねえか5ミリか5ミリかなうーんやっぱギターによってちょっとやっぱそこら辺は違うところがあると思うので5か あ、5ミリなのでギターによって違うので何本かギター持っててそれを調整したいっていう場合は僕なんかこういう,、えー、こうセットになったものを持って たりしますあのギター買うとですね大体このトラスロット調整用の六角レンチって入ってくるのでそれを使えばそれで問題ないんですけれどももし何か複数持っててそれを調整したいっていう場合はこういうセットのものを持っとくといいと思いますしある程度ですねこのトラスロットの頭がですねこう割と深く入んなきゃ回せないタイプとかもあったりするのでそういう時は。 逆に今こっちの方をこういう風に指しましたけれどもそれで届かない場合は逆にこっちの長い方をこう指して頭をこうなんかなんかペンチかなんかでこう回すようにするとまあ回ったりもしますからそういう回し方もあったりするので覚えておくといいと思います。あとこのヤマハのタイプなんですけれども実はですねまあここにその こちらの方はですね、うん、ここ六角電池では回りません昔のヤマハのやつってで何で回すかというとですねまあここに3本のビスがあるのはいいんだけどちょっとここの2本なくなっちゃってるんだけどうんめちゃめちゃちっちゃいビスなので気をつけてくださいでここに はい見えました。こういうのがあります。これですね、えー、っと頭が六角のボルトになってるんですよね。そうするとですね、僕はですね、はい、こういうのを使います。これでちょうど入るんですけど、これを何ミリだっけな、8ミリあ八8ミリかな。うん はい、これで回すっていう感じですねだから、えー、順序り方向だとこうこう回すこう差し込んでこれをこう回すで最後にその調整をする時の注意としましては、まあ、あんまり一度にネックのそのロッドを回さないっていうのを気をつければいいのかなまあ大体ですね まあ90度回して様子を見るこんぐらい回してまあ人によっては1日置くとかいう方もいらっしゃいますがまあ,まあそんなに長く見るのも僕は億劫なのである程度もうテンションかけたらもう結構。 回したりするんですけど、あこれ逆か、逆反りか、うん、あんまりね一度に回さない方がいいみたいです。はい、僕は結構いい加減人間なので、結構回しちゃったりしますけど、これさっきあの実験的に結構回しちゃってるので、うん、まあ、皆さんがこんなに ぐるぐる回すことはないと思いますが、うん、こんな感じでネックをこう調整するっていう感じです最後にレングラーチューニングにしてやっぱりそれがまっすぐなのかどうなのかっていうのをまあある程度は様子見た方がいいでしょうね調整する時って緩めたり張ったりを繰り返す感じにはなると思うので その過程で弦が切れることはよくありますなのでネック調整をする時は替えの弦を用意しておくといいと思います切れいつ切れてもいいように <music> まあある程度こうレギュラーになりましたっつったらネックを見てまっすぐであれば OK だしまたちょっと微調整が必要だったなっつったら。 ちょっと微調整し要うかな。したか。んまあ、気持ちいい順ぞりっぽいかな。もうちょっと、もうちょっとまっすぐにしたいかな。今、弦がほぼデニューラーチューニング。 でこんな感じ、うんやっぱ低温側がちょっと気持ちいい順序りかなあと9 0 °ぐらい回してみますかはい。 問題は、こういう横着はしない方がいいです <laughs> 悪い例として見ときましょうちょっと回しましたさっきよりやっぱちょっとまっすぐになってるの見えますかね気持ちもちょっと回してみるもうちょっと締めてみますか もうちょっと締めてみるこんぐらいさあおおだいぶまっすぐですねいいと思います だいぶまっすぐ <laughs> すげえまっすぐはいこんな感じですねこういうふうにして調整していくっていうことです、うん、こんだけまっすぐならそりゃ引きやすいだろうって感じですねはいいかがでしょうかうん 僕なんかもうテンション現にテンションかかった状態でさっきみたいに回すんですけどこれでまたちょっと様子見てみて多少ネックが動いてるようであればまた微調整はするっていう感じですねうんまあここをねちょっとこう指で押し広げてこうやればここをこうやって指で押し広げてやればこんな感じになるのでそこに挟み入れるって うん、まあここにねあの弦のこれが当たってちょっと傷はついちゃってますけどはいだから本来はちゃんと外し, <laughs> 外してやった方がいいんだけど僕はめんどくさいのでそのままやっちゃいますまあこういうのも一回やってしまえばあとはほぼあの変えることはないのでこんな感じで、まあ、雑にやっちゃう。 これを怒られることもあるかもしれませんが、はい、作業自体はそんなに難しいことはしませんただそのまっすぐの状態をこう見極めるっていうのは大事ですのでそこを、うん、間違えずというかしっかりやってればあああの素人にもネック調整できると思いますこれをお店に頼んだらねいくらぐらい かかるんでしょうかねはい、このまっすぐな感じこれぐらいであれば十分だと思います結構違いますよねこの動画を見てれば、うん、今がまっすぐだっていうのが多分伝わるんじゃないかなと思います最初わからなくても何回か見返せばあ、これが曲がってんのかこれが順ぞりか逆反りか イコール、これがこれがまっすぐなのかなっていうのは、はい、見ればいい見れば、分かるようになってるのかな。あ1回2回見て分からなくても何回か見返してみればまた見方が分かるようになるんじゃないでしょうかね。あとまああの、楽器屋さん例えば中古屋さん。 なんかか特にそうですかね、うん、リサイクルショップかなんかに、えー、置いてるギターをちょっとこうねネックこうやって見てみて、うん、今見てる状態とまたどういうふうに違いがあるのかまあもちろんご自身のギター見てみてもいいでしょうし、ね、それと見比べてみて、えー、じゃあどういうふうにね今自分のギターがどういうふうになってる状態になってるかっていうのを判断していただければいいかなと思います。はい まあ繰り返しになりますがあネックはまっすぐの状態が、まあまあ、一応理想ということであまあそこからさらにちょっと好みであ順ぞりの方がいいなとかもしかして逆ぞりにすることはあんまりいないんですけどねうん。 まあ、ビビりやすくなっちゃうから、気持ち順ぞりにするっていう調整はありかもしれませんが、うん、そこら辺の微調整ですね。微調整も、うん、あの、ご自身の好みで、えー、やれるといいと思います。えそんな感じで、えー、この、アコギの調整。 今回は特にネックについて、えー、詳しく見ていきました。いかがだったでしょうかもしよろしければこの動画の高評価、まあ、感想なんかはコメントで、えー、残してもらえるとありがたいです。今回はこれで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。夏林でした。バイバイ。